大井城は、岐阜県江無市大井町屋座内城にあった。なお、江無市指定史跡となっている、大井城石は、東城ではなく、北西の高木国城のことである。阿弥川右岸の貸し段球場に築かれた平山城で、古い地石図の地割りから一辺70メートルほどの、方形区画の車があったと推定されている。美濃国初代守護大名の時よりの兄、時忠親の現存。 原秀行により、永京7年に築城されたとされるが、確たる根拠はなく、史料上の所見は、文明5年の小笠原課長による東美野信仰の記録とされる。永京10年室町幕府の将軍、足利義則は、鎌倉久保の足利持氏を攻略指示がせしめた。この時、時持駅は、品野国と美野国の国境に近い大井の地に、原秀行を送り、 大井地域の守備を命じた。原秀行は、阿川右岸の断球場に、大井城を築き、なお、大井園、江森秀行と改めた。応人の乱文明の乱の頃に、第八代美濃国守護時成りよりが、西軍に加わり、京都へ遠征中、その留守を守護大、斉藤明治が、東軍勢力から美濃を守っていた。文明5年3月に、 山名総運が母子政軍の勢いが衰え始めると、斎藤明珍は異性攻め込んだ。この機に乗じて東軍は明珍県政のために、品野の松尾城主小笠原課長と木曽谷豊を東美野へ進行させ現在の蟹軍、三竹町あたりまでを占領した。大以上も小笠原勢により占拠され、江奈軍の中心部は小笠原氏の支配下となり、中流が続いたが、 天文三年末小笠原氏は、府中小笠原氏に攻められると海へ亡命し、東美濃から撤退したため、岩村城を本城とする遠山氏が勢力を盛り返し、大井城も岩村城の古城として組み込まれ、外閣防衛の一翼となり、炎山十八市城の一つとなった。大井城には、遠山影島の重心で那須川村の藤井僧城、藤井恒森兄弟が入り城主となった。 元気三年、武田信玄の美の信仰が始まり岩村城は、武田氏の重臣、秋山虎重によって攻め落とされ、翌天正元年には、大井城も武田の軍門に降った。天正三年三河国での長篠の戦いに勝利した織田信長は、東能から武田氏を駆逐するため、織田信忠を大将とする大軍を派遣した。この時大井城も、織田勢に攻められ落城し、 その後、廃城となった。大井城市は、現在の江名市立大井小学校の敷地となっている。1996年の新校舎建設と、2009年の新体育館建設工事に伴い行われた、発掘調査では、江戸時代の家屋跡や明治時代の劇場舞台小屋跡の遺構に削られ城の残りはよくなかったが、空堀と見られる溝が発見された。ありがとうございます。